スティーブン・アレン・ベンソンスティーブン・アレン・ベンソンとは、西アフリカ・リベリア共和国の第二大大統領1816年、アメリカ合衆国メリーランド州ケンブリッジで生まれた。ベンソンの家族は1822年、アメリカ植民地協会のリベリア入植によるリベリア移住に参加した。1835年入植地のグランドバスサ群にて、原住民のバスサ族で、 彼と親戚が捕虜として数ヶ月間捕まっており、1835年から1842年はグランドバスサ軍の民兵組織に参加するための委任党自評議会となっている。その後、彼はサービス貿易とコーヒー農園の経営に取り組んだ。1842年に政治に進出し、植民地時代の理事会に議席を獲得した。 リベリア独立後の1853年に判事としてリベリア初代大統領となるジョセフ・ジェンキンス・ロバーツの副大統領候補として選挙で勝ちロバーツ大統領の副大統領となった。1856年にロバーツ大統領の後継者としてリベリア第二代大,大統領になる。1857年にはメリーランド共和国として独立していた。 メリーランドアフリカ植民地をリベリアに併合することに成功する。1858年から1864年の間にベルギー、デンマーク、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、ハイチといった国々からリベリア共和国として承認を獲得した。1862年に彼はアメリカからも認識された。その後、リベリア原住民との連携を求める政策をし、 原住民の言葉を知った。そしてヨーロッパを訪問した。その後、大統領職を得るた後、彼はグランドバスサグーンでコーヒー農園の経営に戻った。1885年に死亡。ありがとうございます。